始まりました。アメージングデジタルサーカスが仲間に加わったぞ。さあ、アメージングデジタルサーカス VS レインボーレンズ軍団 VS スクリードル軍団 VS ポピプレタイム軍団だ。始まった始まった。さあ、1回戦は誰だ。あとさ、確かにボリス VS 勝負もいるぞ。さあ、1回戦は誰が出てくるんだ。さあて、パパ覚えているかな。キンガーだったかな。ガングルだ。こいつはガングルだぞ。頑丈な悲劇の仮面を顔として、顔が5本のリボンテープで構成された女性キャラクターだ。なんていうことは、女の子だったんだね、この子は。そう、女の子だったんだ。そしてこの子も女の子、マミーロングレックスだ。なかなか手足が似ているぞ。どちらも手足が長いぞ。さあ、どちらも手足が長い。武器を使わずに勝ったガングルの勝利。なんということだ。見た目通りのネガティブ気質でありながら攻撃的な一面を持つ。普段は喜劇の仮面で愛想よく取り繕っているが、何かのトラブルでいつも割れる不幸体質だ。大変だ、これは大変だ。おっと、ポムニが出てきたぞ。さあ、ポムニだ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 。ポムニ、ポムニです。あ、じゃあこれな、こっちからやったら筋肉もりもり、筋肉もりもり。いいね、筋肉もりもり、筋肉もりもり。それ筋肉んだろ、筋肉んだろ、パワーだろ。パワー、パワー。いいね、パワー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 。でも映ってないわ。ポムニが出てきたぞ。筋肉のパワーを注入したポムニだ。これは期待できるぞ。さあ、対戦相手はなんとなんとラガタだ。なんというとだ。アメージングデジタルサーカス同時の対決になってしまった。これは見物だ。アップしてみよう。さあ、これは大変なことになってきたぞ。さあ、戦ってもらいましょう。おっと、パムニがいきなり攻撃している。こいつは主人公だ。さあ、おーと、右目はボタンになっている人形のグルーで食いてやってもた。ポムニの勝利。さすが主人公だ、強すぎる。さあ、次は一体誰が出てくるんだ。なんということだ、こいつはズーブルだ。ズーブルっていうのはね、異なるおもちゃのパーツで構築された性別不詳のキャラクターだ。だからあんなに色がいろんなところで変わっているんだぜ。パーツは入れ替え可能の上にバラバラになっても平気なんだぜ。自分の性別も教えた影響により気だるい性格で口が汚く、中指を立てることなど素行が悪いらしいぞ。ポムニが来る前はサーカスの審議だったらしいぞ。しかしこの男、この女、この性別不詳のズーブル、対戦相手なんということだ。カフモだ。カフモはジョークが好きだがセンスがないと言われていたピエロの男性キャラクター。サーカスから脱出を模索していたようだが、さあ戦っていただきましょう。カフモ VS キンガー、レディーファイト。え、キンガー、レディズキンガーじゃなくてズーブル。間違えた、ズーブルだ。まあズーブルもキンガーも一緒だ。間違えた。さあ、ズーブル対ケフモ、さあやってもらいましょう。え、ケフモ、ケフモじゃなかった。カフモ、カフモだ。カフモ立った。さあ、カフモ立った。カフモ立ってる、立ってる。カフモ立ってる。見て。カフモが立ってる。めっちゃ怖い。カフモ立ってる。やばい。カフモ襲いかかってくる。固まってる。これやばいって。オレンジの足で守ってる。オレンジの足で守ってるらしい。確かにオレンジの足で守られて。おーっと、ついガーガル。恐ろしい強さだ。さっき固まった。ズーブルの勝利。ズーブル強い、切りまくっている。さあ、次はケインが出てくるのか、誰が出てくるんだ。さあ、一体誰が出てくるんだ。この試合に勝てるやつは他にいるのか。なんということだ、ジャックスだ。さあ、大変なことになってきたぞ。ジャックスが出てきたらしい。ジャックスだ、ジャックスだ、ジャックスだ、ジャックスだ。こいつはウサギだぞ。ウサギだから、え、いない。ジャックス隠れたぞ。
いや、いるいるいる、ジャックスが出てきた。ちょっとアップしてみよう。グリーンの後ろから出てきたジャックスだー。おー、強い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 。こいつはね、衝撃的な態度を隠さない家らしい性格なんだぜ。ためらなく相手に手を出したり面倒事を押し付けたりする悪ガキだ。さーて、今日は誰をスパゲッティにして食べるのだ。誰が出てくるんだ。対戦相手、いつでもかかってこい、このクソ野郎。なんということだ、知らないキャラクターが出てきた。こいつは一体なんだ。え、パイナップルジュースだよ。パイナップルジュース、なんていうことだ。ここに来てパイナップルジュースだ。もう原型をとどめていない、固形化されたパイナップルジュースがぐる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 回っている。さあ、でどうなるの。おお、座れた座れた座れた。うまいうまいうまい。ジャックスがパイナップルジュースを飲んでいる。確かこいつの嫌いな好物はトウモロコシだ。だからパイナップルは食べれるんだ。そうだ、美味しい美味しい。でもよく見るとトウモロコシにも見えてきたな。うん、これは毒だ。毒を吸ってしまった。ギリギリ勝ちました、ジャックスの勝利。さあ、次は一体誰が出てくるのかな。ギンガーだ。なんていうことだ。こんな時にギンガーが出てくるとは誰も予想しなかっただろう。キンガーだ。目玉のついたチェスのキングの男性のキャラクターだ。また消えた。目を離した途端にすぐに消えているぞ。さあ、キンガーがグリーンの後ろから現れた。グリーンの目に似てるな、よく見ると。ちょっと顔をよく見せてくれ。グリーンとよく似てるんじゃないか。グリーンとキンガーを並べてみると、ほら、ほとんど目の配置が一緒だぞ。目もロンドンになってる感じもするしね。すごいね。さあ、サーカスにおいてかろうじて将棋を保ちながら長く滞在している挙動不倫で急に規制を上げると思いきや、囚われた仲間を見かけて持ち着いて挨拶するのを記念一面を見せたりと、情緒が不安定。サーカスに関する知識もある程度持ち合わせているらしいぞ。おい、なんだその動物は。カメジロウだ。カメジロウ VS キンガーだ。戦役の対決だ。これはどうなるんだ。カメジロウまだ1歳にもなっていないぞ。さあ、相手を倒す術があるのか。さあ、キックした。コーラキックだ。これは効いた。キンガーには何も効いていない。キンガーの勝利だ。さあ、残りはケインか。さあ、あとは誰が残っているんだ。ケインと誰が残っていたかな。ケインが来た。やはりケインが来た。ケインはね、とてもね、アメージングデジタルサーカスではね、優秀な団長なんだぜ。さあ、ケインの他にケインの役割を担うさいるのか。さあ、俺がケインだ。俺がケインだ。顔が航空内で中に目玉が浮いている。どこだ。航空内、あ、確かに口の中で目玉が浮いているな。口の中に顔があるやつだ。変態だ。ただの変態だ。やばいやばい、逃げろ逃げろ。こんな変態に団長を任せてはいけない。さあ、スケビディトイレ。全然それ厳しくまたして。いきなり終わった。さよなら。